梅田家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はこれです。改良中のメダカなんですけど、ブラックダイヤのプラチナ製がリアルロングフィンを交配しまして、で今 F2 です。 F2 の段階で産卵が始まってるんで、選別の方ねやんないといけないかなと思いつつ、こう見てるんですけど、これどうなんでしょうねだるまが大きくなってる。ちょっとだけまだ小さいですね。ちっちゃ。はい、なかなかいい個体がこう上から見ていないんで、はい、ここですけど、まあ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 、ここもなかなかですよ。ここもなかなかシルバーっぽい、プラチナ製が寄りなんだな、これな。だったら、先の方がいいか。また戻っちゃいましたけど、まあしょうがないんで、しょうがないっていうのもあれだけど、この中から、リアルっぽいやつを選んでみましょうか。で、自分がこれがいいなっていうのが、やっぱ真っ黒もまあいいんだけど、若干こう薄くっても青い光が乗ってるやつ、それがいいかなと思いますね。はい、一番最初の水槽、そこからすくってきました。もうすでにヒレが伸びてないのがわかるこれなんか綺麗だな、これ綺麗、これ好きだな。はあ、どうしよう、ヒレ伸びてないわ。どうしましょう。ちょっと横から見てみましょうか。どうしよう、最初の水槽から持ってきたんですけど、綺麗なラメですね。綺麗なラメだけど、いやいやいや、どうしよう、ヒレが伸びてないのがわかるもんな。まあ少しでもこれはリアルロングフィンだっていうようなメダカ、どっか伸びてるやつ、それでそれで望みをつなぐと、まあそういう感じですね。はい、これ綺麗だな、すごい好き、これこれ綺麗だわ。いいですね。横身の方確認して、で、まあ最終判断はまだもう一つの水槽もあるし、あと次の世代というか、そこもあるし、まあ実はビニールハウスの中で結構いたんですけど、めちゃ暑い日に落ちちゃったんですよね。それがもう、あれば今いたらなんとかなってたような気もするけど、じゃあ入れてみましょうか。このケースに入れてみますね。ベタケースに。全部入るかな。おおお。ブラックダイヤそのものだな。このでっかいやつ。めっちゃ飛ぶんだよな。バンバン飛んでます。じゃあ、まあこんな感じですね。どうなんでしょうね。一匹もいないんだけど。どうすんのこれ。リアル。っていうような、
がいない。もう一つの水槽から選ぼっか。いやーこれもダメですね。これあリアルいたわ。リアルいるけど体色が黒があんまいないな。リアルはいるっちゃいるけど、どうしよう。困ったね。シノがね、ネジネジなんだよ。やっときましたけど、まあこの辺っていうかもうこれぐらいしかリアルがいないんだ。このね。ただこれは色がシルバーじゃん。プラチナ製が。あらららら。早くも酸欠になりかけてます。あーどうしよう。どうするこれ。まあこれがリアルですよ。ね。これリアル。ああもう早いな酸欠。はい、次の何だろう、次のこれの次がねいるんですよ、結構な数。そっちに期待しちゃうか。メダカすくい気になっちゃうかもしれない。もう酸欠気味で上に上がってますけど、メダカすくいか。どうしよう、やめよう、これやめよう、やめ。急遽企画変更ということで、はい。なんかねこういうとこも俺たちメダ家族のチャンネルっぽいいい加減な感じ。いやー楽しいわ。はい、ビークスパイダー、代打ですよ。ビークスパイダー出てきました。でビークスパイダーもこの前だったかな、撮影した時ちょっと固定率上がってきたんじゃないかみたいなね話はしたんですけど、まあまあこんな感じですよ。で、なんだろうな、これもねわかんないですよね。よくわかんない。よくわかんなくて、なかなかそのビークスパイダーって、ね、この頭が赤くてボディは黒 でラメが乗ってて頭にクモの巣状、なかなかいないよね。1,2,3,4,5,6 くらいかな。まあなかなかいないよね。単調にならないといけないんですよね。これなかなかそれが難しいなって。そこにこだわると難しい。だからその頭が赤くてクモの巣状になっててボディは黒でラメが乗っててっていう風になると、その条件が当てはまるメダカっていうのが極端に少ないね。あこれが困ったもんで、まあ、ちょっとねもう一つ見ていただきたいメダカがいるんですよ。これと、次ねこれなんですけど、危ないな、危ないか、危ない。どうどうって揺れてるからちょっとすいません。揺れてるとね良くないんですよ。これどう、さっきのメダカと比べてなんか違いあります？
違います。これいいですかね。じゃあこれとね、さっきのいいですか、これとこれですよ。なんか違う、同じ、同じ、これですよ。隣置こうか。難しいんだよな、隣置くの。どうしよう。もうでもこれ比べると違うんだよ、なんとなく違うんだよ、色が。こっちの方が赤が強いような気がする、気がするだけかもしれない。これ形質多分一緒だと思うんだけど、全くと言っていいほど。いいですか、難しくてね、これはね、反射してるとまた難しくて。よし、頑張る、もう一回セッティングするわ。はい、並べてみたんですけど、あんまよくわかんないか。これが自分が、なんだろう、なんか変わってるラメがいるなぁと思って探してきて、でペア組んで出したんですよ。そしたらこんな感じなっちゃった、なっちゃった、はい、なっちゃった。はい、でこれがビークスパイダー、これがビークスパイダーで、これがこっちが自分が今作ってるメダカです。名もなきメダカね。なんかこれ、うん、まあ、定義とかそんなもないんだけど、似たような感じではあるけど、なんか違うよね。うん、ボディの方にスポットでこう赤が入ってくるっていうところが多いのかな、こっちの方が。こっちも入るんだけど、なんていうか、うん、頭中心だけじゃなくてっていう、そういうタイプが多いのかなとはこう見ると思います。うん、そうだな、これでも一緒にこうね見るとわかるけど、別々で見ちゃうと結構その辺がわかんないかもしれないし、うん、ただまあなんか動かしてごめんね。まあただね、これ結構な確率で種が入ってくるんですよ。種というか、なん、まあ種に近いな、柿色っていうより種に近くなってきてるかなっていうようなね感じで、ビークスパイダーって言ったらもうなんか、あーどうだ、柿色に近いのかなっていうね、うん、そういうイメージあるんだけど、ほら、まあ今の段階なんでちょっとわかんないですけど、また赤くなったりとかするんでね、今の段階こっちの方がなんとなくこう赤いのかなって、うん、で頭だけっていうのがこう少ないな、これ一匹ぐらいなのかな。でビークスパイダーは頭にこう中心に入ってくる感じなのかなっていうふうに思ってます。違うかな。まあまあまあ、こういうのをね、またね、まあなんていうか、なんでしょうね、うん、まあオリジナルでこれが固定すればね、また面白いかなっていう、うん、販売までこぎつければね。ただ似たようなメダカっていうのはもう結構出てると思うので、うん、まあその辺がなんでしょう、まあ、メダカ族系ということでね、またはい、手に入れて欲しいなとは思うけど、その前にもう全然そういうね話には全然なってないですよ。固定してないはずなんで、はい、次の世代ちょっとこれね楽しみにしてますけど、面白い表現いるんで、で全部ね違う表現で出てくるんで、またそれがいいかなって個人的には思います。なんかね3色みたいな感じで、はい、面白いですね。日の丸みたいなのもいるし、うん、
で同じようにやっぱりこのこっち見るとねわかるけど白っぽい個体もね出てきますね両方ね。だからもう形質的にももうほぼ一緒、同じと言っても過言ではないみたいな感じですけど、うん、まあ、表現的に若干違ってくるのかもしれないですね。はい、まあ、そんな感じで短い動画でしたけどありがとうございます。今日は急遽企画変更ということで、ビークスパイダーと自分のオリジナルのメダカ族オリジナルのメダカ、途中経過見ていただきました。なんていうかなすごい綺麗なね感じで種がまばらに入ってきたりとかするんで、うん、これがどんどんね出てくるとまた面白いかなって思います。はい、こっちは割とね頭中心にまとまってる感じ、うん、ビークスパイダーはね、まあ、なんかそんな感じなのかなってこう比べると思いますけど、どうでしょうか、見解が分かれるところでしょうか。はい、まあ、形質的には同じような形質なんだけど表現的に若干違ってくるよっていうメダカ、今はねまだ固定されてないので、はい、販売はしていませんということで、はい、それまでに販売もするかもしれないですけど、とりあえず今は販売してないです。自分が楽しんでます。はい、ではそろそろドローンします。メダカ族どうしたぴよよー。